船に戻ったら魔法の飲みを探しに行くか、少し探検するか、僕はどっちでもいいよ。飲みはどこにある？小ぎ手の像の間を通り抜けるんじゃ。飲みはその先にある。ミーミル、フレイヤに唾を吐かれた理由は何だったの？それは今のフレイヤの辛い状況を作り出してしまったのはわしのせいでもあるからの。それはアース神族とバン神族の長き戦争まで遡る。その昔アース神族は戦えば無敵じゃった。じゃが長き戦争でバン神族という強敵とぶつかったんじゃ。話はもう終わりだ。歩いている間は旅に集中しろ。まったくその通りじゃ。探しているそののみは一体何だ？よくぞ聞いてくれた。話を聞かせてやるわよ。その昔サムールという巨人がおった。とてつもなく巨大な巨人じゃ。その巨体とは裏腹にサムールは誰もが認めるこの世で最高の石工じゃった。サムールはその技術を息子へ伝授したいと願っておったが、若いプリムスルは戦士の心を持っとった。父が恐れを抱いておったのか、息子に恐れがなかったのか、どちらにせよ親子喧嘩は手がつけられなくなっていった。そしてついにサムールはダーンと息子を殴った。そしてフリムスは逃げたのじゃ。恥と後悔からサムールは息子を追いかけた。無我夢中だったサムールは気がつくと水ガルツで道に迷ってしまっていたのじゃ。悲しきか、その世家から遠く離れた地でサムールは出会ってしもうた。目の前にいたのはドーンじゃ。それでどうなったの？じきにわかる。トールがやった。そんな、無駄の上に倒れたの？そう、万神族の神ニョルズを信仰する素敵な村の上に倒れたのじゃ。トールは村も潰したと称えられたが、巨人の下にただ村があっただけじゃ。なかなかのもんじゃ。ありがとう、やったね。生き残った人たちは？ああ、サムールは下の巨人でな、死んだ時最後の吐息が全てを凍らせた。鍵がかけられてる。海の先端を探せ。巨人の飲みが必要じゃ。敵だ。やるなら言って。
役に立ったよね。まあまあだ。どう降りるの？考えがある。まことか？驚くことではない。悪気はないがの、ミョルニルを手にしたトールでもあの氷を割るのは無理と思うが。奴が愚かなだけだ。こりゃ見物じゃの。おい。はい。すごい戦いでしたね。うわぁ、ほんと。さあ、どうぞ。ああ、もったいない。せっかくのリンゴ。今までどこにいた？隠れ場所などないはずだ。ああ、それ。私たちの特技でしてね。自分の身を隠せるんです。透明になれるの？世界と世界の狭間に入れるとでも言いましょうか。皆さんの脳はこれを理解できませんから、何も見えなくなる。こうして私たちは自分たちの武器を使わずに済むんです。まあドラゴンにはバレちゃいましたが。ブロックがシンドリのこと心配してたけど元気そうだね。ブロックが私のことを？酒臭くありませんでした？またブロックがいじってる。まったく。湖でブロックがすぐ神殿に来られたのはその特技のおかげか。さあ静かにして集中しないといけませんからね。できました。買うの？そうだ。この中に飲みを放り置くだけるものがあるってこと？違う。なんだろう。
がいるぞ。目的で一度のアースガルズとバナヘイムの仲立ちをするため、あの戦争で多くの命が失われた。トールがすでに多くの巨人たちを殺していたことを知らんかったが。神々の戦なのになんで巨人？理由などない。悲惨な話じゃ。争いに関わらなかったのにの。だがオーディンの必要さにトールの知恵の渇望が追い打ちとなってしまった。落とせた。これはこっそりとはいかんの。あとは別の帯を外す。本当？飲みは下なのになんで上に登るの？考えろ。飲みの先端は熱い氷の下だから溶かすことはできない。そうだ。近くに僕が撃てそうな結晶もないから、それも無理だ。そうだ。それなら氷を割るしかない。でもそれにはとんでもなく重いものが。わあ、分かった。よし。でも下に落とすには土の向きを変えないと。それは無理だ。帯を切り下に降りる。その後にどうするか考える。結構運任せってことだね。お前に他の考えがあれば聞くぞ。
まっていろ。ああ、行き当たりばったりじゃのう。床が崩れてる。砂の台座だ。でも行けない。一人なら行ける。おい、これを。何と書いてある？時の流れが乱れし時、逆光こそが進む道。逆光、逆さ？あのシンボルは季節か？そう、でも順番が違う。本当は冬、春、夏、秋だよ。なぜ冬から始まる？母上が歌ってたんだ。それなら知っておる。冬は…おい、黙れ。音楽も嫌いか。わかった。どうだ？書いてる。ハウスト、ツーマン、バー、ベータ。やった。アトレウス、あの言葉を。ソーラ、意味は耐える。試せ。ソーラ。よくやったの。もう一度かけ。ソーラ、上がってる。力が台を押し上げてる。書き続けろ。ソーラ、ソーラ、ソーラ。首よ、何が起こっている？おそらくじゃが、時間の魔法じゃ。かつて蛮神族が使った危険な魔法で時間を止めることができた。ニョルズ自身も気に入っておったの。かつて？なんでやめたの？実は時間を止めると太陽と月も動かなくなってしまうことが分かったのじゃ。じゃがそれらを追いかける狼たちまでは止められんかった。じゃから結局時間は止めないことにしたという。台座に行けない。Oh!
くやった。どうも。お前じゃない。ほんと冗談の通じないやつじゃの。あったね。どうやって落とすの。押す。え、任せろ。いいか、気合を入れて全力で押せ。わかった。どうやって下に。飛ぶんだ。本当？行くぞ。慌てるな。大丈夫だよ。掴んだぞ。お前さんどうかしとるの。無事か。うん、よし、先を急ぐぞ。壊すことにかけては天才じゃの。それを覚えておけ。忘れはせんよ。と一緒にいたやつらだ。おいだっけ。ああ、マグニと王子、トールの息子たちじゃ。アース親族とトールは最悪だって母上はいつも言ってた。父親としてもダメなんだ。やつらはいい大人だ。言い訳などできん。シンドリは平気。透明になれるからな。随一を誇る大食堂じゃ。変じゃの。確か立派なシャンデリアがあったはずじゃが、あれで場が華やいた。そこだ。ああ、これじゃ。スレーダー。お前さんは物を壊さずにはおれんのか。正しければ首長の玉座はあの氷壁の向こうじゃ。敵が来るぞ。
撃に備えろ。の間抜けな息子たちが来る前に消えればよかった。くだらんことはやめて。こんなこと言えんの。ふざけるな。奴はうちと戦って生き延びやがったんだぞ。かもな。だがおじはイカれちまってる。おやじはおじを信じてる。文句を言うな。分かったらごちゃごちゃ言わず、お前も奴らを探すのを手伝え。おやじの期待は裏切れねえしな。もし裏切ったら何があるか想像もしたくない。ほら探せ。急ぐんちゃ。気づかれる前に飲みの先端を取っておさらばするぞい。ありゃりゃ貴様、うえい、来い。観念しろ。万物の神のご意志だ。断る。へえ、そうか。こいつの相手は任せろ。行け。おい、どこ行くつもりだ。やばいぜ兄貴、このチビ弓持ってやがる。おお、怖いね。これに先に任せるんだな。狙う。オーディンの目的は。知らん。こっちに来いできそうや。父ちゃんのお手では話せ。黙れ、うるさいな。そんなんでよく生きてる。そんな細い腕で弓も持ってやしないか。黙れって言ってるだろ。おい、落ち着くんだ。もう一回思い知らせて。フリー食べつけてやろう。フリーに俺がガキをやろう。そんなお前を連れて歩くなんて来たいはずだろ。黙れ。言わせておけ。集中しろ。ビギメだな。ブレーキだ。
見せるためか。母上のことは言うな。母ちゃんのことは言うな。支えに乗るな。怒らせようとしとるんじゃ。ホールの息子たちに倒されるのに。誰の息子たちになぞやられはせん。おい、すまん、言い過ぎたかの。おい、おい、見たよ。その程度か。だってば。気にかけておくぞ。これでヨトゥンヘイムへの旅のルーンを刻める。橋を渡れるはずじゃ。さらにの、
術で封印された他の扉も開けられる。例えばそこの扉、波があるなら扉を通れるはずじゃ。